第4章兄弟の誓い。次に来た兄弟といえば真島か。なあちょっと待て、やっぱりあんたはただの殺人鬼ってわけじゃなさそうだ。どういう意味や。さっきの勝負、もしあんたがイワンを殺そうとしていたら俺は頼みを断るつもりだった。あ、マジ？なんやと？ここの関係が血を求めて集まってる。だが俺は殺し合いをさせてるつもりはねえ。あんたが人間としての感情を持ってることが分かって安心したぜ。あんたの頼み聞いてやる。続いての場所教えてやるぜ。闘技場でのことだがな、あれはあんた試したんだ。なんやって？あの状況下であんたがどう振る舞うか、それを確かめる必要があった。悪く思うなよ。ああ安心しろ。あんたが戦ったイワン・イブラヒモビッチ、ピンピンしているよ。さすがにあんたから受けたダメージのせいで医務室にいるけどな。さてあんたの頼みだった25年前のあの事件の後、笹井はどうなったか。25年前引退した笹井は上野清和会に火の銃を狙われるようになった。その結果姿を隠したんだ。数ヶ月後、ある男が半死状態の笹井を西の河原へと連れてきたんだ。そして笹井はホームレスとなった。マジ？それじゃあ笹井の親父はまだ生きとるっちゅうことか。ああ一度は命を落としかけてホームレスになったものの、今も神室町で生きている。そうか。ただな、ちょっとそのなんというか、多分あんたが昔から知ってる笹井という人間ではなくなっている。え？今連れてこよう。あ、そうだ、連れてきてくれ。連れてこれるの？あ？あれが、親父。これ？25年前、半死状態で笹井をこの場所へ運んだのはあの真島だ。マジ？これは俺の推測だが、多分真島はお前の代わりに笹井を上野清和会から守ろうとしたんじゃないのか。あ、うん。親父、わかるのか。親父、笹井の親父、親父、佐江島です。今帰ってきました。無駄だ。もうこの男に自立した意識はない。いくら話しかけても反応することはない。マジか。親父、俺です。帰ってきたんです、親父。さあ親父。おお、すごい。おやじ、いて。なんで暗いなことに。なんで。抱きつく圧が強い。なんで。思い出したか。すごいな。どうだ、落ち着いたか。あ、改めて礼を言わせてもらう。ありがとうな。笹井のおやすさんに会わせてくれて。それでお前この後どうするんだ。俺にはあと一つ確かめなあかんことがある。真島のことか。そうや、25年前本当は何があったのか、それを真島本人の口から聞きたいんや。俺の25年がどういう意味があったのか、それを確かめんと死んでも死にきれん。そうだ、お前脱獄囚だろ。警察が嗅ぎ回ってるらしい。警察がお前を神室町で見かけたという情報をつかんだらしい。神室町は警官だらけだ。とりあえず町が落ち着くまで隠れていろ。アジトあるんだろ。ああ、そこでしばらく待て。地下のルートを使えば警官に捕まることもないだろう。お前ならマンホールの蓋を開けられるだろう。そこから地下道を通って帰るんだ。ここを出てすぐ脇に地下道に通じる入り口がある。そこから神室町のマンホールに出られる。他にも神室町に入れるマンホールがある。それをうまく使ってアジトに戻れ。そうか、わかった。アジトへ。オッケー。まあさっき来たとこはここだから、こっから行けってことですね。これだね。
ここから地下道を通って神室町に出られると言ってたな。アジトってどこだっけ。まあ、さっきのところまで帰っていってって感じですかね。さあここですね。で一回出る、その公園から行って公園出ました。アジトに着くまで警察に見つからんようにせんとな。ちょっと待って、冴島さん、あ出たぞ。いや見てました、さっきの試合。痛みに耐えてよく頑張りましたね、感動した。あと誰や、申し遅れました。私ソダチと申します。この近所で大道場切り盛りしております。いやついこの間エイトで見たわお前。ほうで、その道場主さんが俺に何の用や。実はあなたに協力していただきたいのです。立ち話もなんですから、ちょっとうちの道場までいらしていただけませんか。ほんとすぐ近くなんでお願いします。どこする。まあええか、少しくらいなら。万歳。ではご案内します。 Here we go。 あ、育ちここで出んのか。これが道場だね。かまぼこの道場だ。もうなかなか立派な道場じゃないか。でしょでしょ、必死に貯めた貯金全部つぎ込んだんですよ。自分の道場持つのはずっと夢だったんです。大したもんや、成分人おらんな。そうなんです、実は現状僕たちがたった一人しかいないんです。で、今の気持ちや。そうなんです、いつまで最初から頼みにくいから今すぐに向かって。これはクラキじゃなくて、おー、ヒデちゃん、ちょうどいいところに。ヒデちゃん、紹介します。こちらがうちにいる唯一の門下生、杉山秀夫くんです。ヒデちゃん、こちら西条さん。うちの道場で師範をしてくれることになったんだ。超強いんだよ、マジで。そうだったんですか。はじめまして、杉山秀夫です。ヒデちゃん、皆さん、よろしくお願いします。そう、皆さん。はあ、じゃあ育てるって感じですね、本当に。体力も上がった。育ちの計画によると、次弟子とのミーティングか。お堅いのは好きやないし、酒でも飲みに行ってそこで話すか。はい、お供します。いいですね。尺を交わし語り合いながら、弟子との信頼関係を築く。これぞ、私の格闘理論の基本理念ですよ。よし、行くで、秀夫。はい。あれ？私は？ん？どうかしたか？いえ、なんでもないです。行ってらっしゃい。いや、警察いるんだろ。飲み行ってる場合じゃねえだろ。はあ。ああ、なるほどね。すごいね。面白そうだ、これ。まあ、今はね、ストーリー進めるために、やらないんですけど。今回はこんなところか。しかし、教えるっていうのも結構難しいもんやな。大丈夫です。冴島さんならすぐ慣れます。この調子で今後もお願いします。ふわあ、むにゃむにゃむにゃ。あそこで寝とるの誰や。でしか。落合福士くんですね。福士くん出てたんだ。月謝払ってくれないんで弟子ではないですね。なんかこの場所が気に入っちゃったみたいで、よく昼寝に来たりするんですよ。まあ気にしないでください。間違ってもいいやつではないですが、悪いやつってわけでもないんで。落合福士か。なんなんや、あいつ。それはさておき、今日は本当にありがとうございました。こんな感じでお好きな時にお好きなだけ鍛えていただけると助かります。我々常に道場にありますので、いつでも声をかけてください。あと、もしわからないことがありましたら、奥のベンチに解説用の育ちノートを置いといたんで、それ読んでくださいね。ああ、はいはいはい。了解です。育ちノートか。わかった。困った時それ読むわ。それでは今後もよろしくです。ちょっと時間経ってもらったら、警官に見つからないようにアジト向かうか。警官に見つからないようにアジト向かいましょう。見つかったらビームオーバー？マジ？ちょっと待って、見えないって。警察、あれが警察、あっちにも警察。え、どうやったらバレないんだ。こっちだよね。こっちもバレてない。あのまま行って大丈夫なの？警察目の前いるよ。ああ、あっち行ってくれた。ああ、注意して動け。こっち。おお、ドキドキもんだ。このまま奥に進みましょう。どんぐらい行ったら捕まるのかが分かんないですね。4からほんといろいろ行けるところが増えたから広くなりましたね、フィールド自体が。あ、神山、え、
こいつも脱獄したの。あんたが脱獄したどさくさで俺も逃げられました。マジ追われてるんじゃないのか。あんたに比べたら俺なんて小物もいいとこ。でも用心しなきゃ。ここに今日構えようと思ったんですが、屋上で店始めるです。俺の得意生かして装備品を改造する仕事をやるです。今度また来て、それまでに準備しとくです。あと俺の弟もこの町にいる。あいつは武器が得意なので、そっちもよろしく。西公園近くの奥まった路地にいる。 OK、 逃げれたんだなお前、よかったな。奥まで行くとどうなるのか分かんないですが、こっちかな。スカイファイナンスあたりまで来てますかね。スカイファイナンスのとこまで来ました。ここは入れないんで下ですかね。で、あの公園のところに、あそこにいるんで、ここがまた、あ、ここでまた入れるんだね。すげえ。ここはパーキング、これか。あれは、あれは、ああ、わかった。報酬はいつもの口座に頼むぞ。すぐに取り掛かる。これが典型なの？さてと。下手くそ。下手くそ。どこに行くの？あっち。突っ込んだ。タバコで。今日の仕事は延期する。かっこよく言うんじゃねえよ。コテじゃないんだよ。矢印はあっちに行ってるね。すごいね。地下道とか地下駐車場。ここもマップになってるというかね。すごいわ。ここですね。で、ここはピンク通り。警察あっち側にいるんで、こっちか。この辺、この奥、ここまた屋根を伝っていくの。 すごいな、いろいろあるんですね。広いわ、めちゃくちゃ。でまた降りる。これたどり着けんのか。これこっちに行って、まあ大丈夫だよね。走らなきゃ大丈夫。よし、 OK。 この、あー、そこにもいるな。これバレるんじゃね。バレない。お、バレてない。あそこにもいるぞ。え、めっちゃいるんだけど。あいついるよね。こっちにもいたんだよね。あ、やばい、これバレるって。よし、このままあの背中に。こっちやね。こっち見んなよ。こっち見るなよ。よし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 。おお、あぶね。ドキドキすんな。この地下に入って、おいで。今度こっち。ここはミレニアムタワーのところかな。はい、ミレニアムタワー来て、目の前に警察いますね。だいぶ回ってきたな。あ、この地下街、この地下街に入ります。警察いた。あぶね。意外とバレないんだな。あー、着いたよ。アジトに着きました。あら、あ、みなみ、どうしたんや、おっちゃんたち。すまん、冴島の旦那、この男が勝手に入ってきて。誰よお前。マジマ組のみなみっちゅうもんや。マジマ組。あんたが西島さんか。マジマ組やと。何しに来たんや。これはマジマに会えるんじゃない。まあ待てや、俺は喧嘩売りに来たわけちゃうんや。あんたを訪ねてここへ来たら、このおっさんたちが飛びかかってきたもんで、ついな。要件を言え。うちの親父があんたに一度会いたいそうや。なんや、昔兄弟分だったらしいやない。マジマが？で、明日の夜事務所に来いって。
事務所はあのミレニアムタワーっちゅうでかいビルの一番上のフロアや。まあうちの親父のこっちゃなんや危ない遊びでも考えとるかもしれん。せいぜい準備万端で来ることやな。なるほどね。これでようやく会えるんだな。おいお前、なんや真面目に言うとけ。中途半端な答え用意しとったらそんだけ容赦なくてめえの玉取るってな。あ、なんやあんたうちの親父とやるやきなんか。死ぬであんた。ほな真島も強いよな。今日はもう休むか。明日の夜俺の25年の決着がつく。とうとう冴島も終わるんだな。約束は今日の夜やったな。冴島さんまだカムロ町警官だらけです。今地上に行くのは危険ですよ。南とミレニアムタワーで会うのは夜ですよね。夜まで少し休んでったらどうでしょう。冴島さんが休んでる間にミレニアムタワー行けるルートを探しておきます。ああ頼む。休む前に一声かけてください。それまではここにいますんで。夜までまだ時間あるな。冴島さん、最後に俺に一つ教えてください。冴島さんは後悔してないんですか？25年ですよね。いくら親父のためとはいえ25年もの時間たった一人無所にいて、それで後悔はないんですか？なんでそないなこと聞くんや。いや、ちょっとどうしても聞いてみたくて。そうか。お前も今からなんやでかいことでもしでかそうと思ってんのか。それで迷ってんねやろ。後悔か。ないことはないな。人をこの手で殺したっちゅうことは後悔しとる。後悔しきれんくらいにな。そやけど親父のために無所に入ったとか、それが25年も続いたとか、そんなんは後悔してへん。どうして冴島さんはそんなに強いんですか？別に強ないよ。ただこの世界に入るときに兄弟と決めたんや。極道中生き方を貫こうてな。人からはヤクザ言われるかもしれへんけど、俺は極道中生き方をプライド持って選んだんや。俺の極道は仁義のためにあるんや。冴島さん、25年前、もし俺があの場から逃げ出しとったら、そんな仁義に反したことした自分が許せんようになって、今よりもっと後悔しているはずや。キドちゃん、腹くくれ。極道の勝負っちゅうのは一度しかない。自分の人生かけてでも勝負する価値のある瞬間が来たときは腹くくって勝負せえ。後悔する生き方だけはするんやないで。はい、頑張るんやで。ほなな。これが人殺しだもんな。信じられないよな。かっこええな。さあ、南をやりましたよ。さすが兄弟や。部下に教育しとるみたいやな。まだや。まだ、俺は終わってへんで。お来たマジマ来たよ。とうとう再会しましたね、二人が。お、親父。待たせたな、兄弟。マジマ。
お前にはいろいろ言い訳せなあかんねや。場所変えようか。ちょっとつらかせや。ほらあるよな。つらかせや。どこ行くんだろう。警察バレちゃうよ。なんこれ。お疲れ様です。やば。すげえ。これなら警察も近寄れんやろ。いや逆に怪しい。行こうか。警察より権力あるんじゃない？真島が。いやそりゃそうなるよな。写真誰も撮らないんだね。いやすごいな。人の数すご。やばいって。ボディーガードだらけだ。え、ここまでやってんの？やべえな。どこに行く気ない？俺とお前の遊び場や。どこ？あそこは。あ、バッティングセンター来た。で、そこまでの道を作ってくれてんだね。部下たちが。行くで。俺らの思い出の場所にな。すげえなこれ。やば。バス線の中入ったけど、まあここで戦うんだろうな、真島と。久しぶりに歌えんか。真島さんは左打ちだな。ナイスバッティング。真島。なんか冴島そこ危ねえよ。お前、俺がなんでこの町に戻ってきたんかは分かっとんのやろな。些細のおじきに会うため、それに俺への復讐ってとこやろ。それが分かっとんのやったら、なんでこんなことしてんねん。俺は25年前の裏が知りたいんじゃ。なんでお前があの日来へんかったんかを知りたいんじゃ。やばすぎや。取れねえよ。てか撃つだろ普通。答えろや兄弟。しかも高級だし、これ何級じゃないんだ。何してんねや。早くこっち来いや。忘れたんか俺らの約束。一度この世界に足を踏み入れた以上、義理は貫き通す。絶対に口は割らぬ。それをもし裏切ることがあったら、その時はたとえ兄弟であっても殺す。俺らが兄弟の杯交した時の約束や。忘れるわけあらへん。今でも一言一句覚えとる。どんな理由があろうと俺はお前を裏切った。些細の親父を助け出せんかった。脱ぐ。マジマ定番だな。脱げや兄弟。昔みたいに殴り合うて決着つけて俺に言い訳させてくれや。お前が俺に勝てたらの話やけどな。イケメンマジで。冴島も脱ぐ。ガタイすげえな。安心したわ。まだ体はダブついてないようやんか。25年間無所で毎日鍛えられとったわ。ノーノーと暮らしとったお前とはちゃう。それじゃこっちも手加減なしで行かせてもらうで。望むところへ。
行くでー。じゃあなー。来る、真島さん。どうしたんや兄弟、もう終わりなんか。サイジは強すぎる。もう終わりやっちゅうのか。抵抗しないぞ、もう。兄弟、なんや、お前も俺も変わったな。そうか。ああ、昔はもっとギラギラしてた。いつの間にか俺もお前もええ親父になってしもた。お前の関西弁も板についとるやないかい。あ？なんや、バカにしとんのか。いや、ちゃう。ただな、昔のお前は俺にとってもっともっと強かったような気がするんや。だいたいその眼帯はなんや、そんなもんしとるから。ああ、知らんからね。これは関係ないわ。もうこの目とも25年の付き合いやからな。25年。せや、俺や些細のおじきがお前を失ったあの日、俺はこの左目も失った。なんやと。まあこんなわけや。まあ両目があった頃よりも実際弱くなってしもたのかもしれへんけどな。まあ元が強かったからちょうどええわ。兄弟。あ？その左目、あの事件に関係しとるんか。お前があの日こんかったんはその目に関係してんのか。教えてくれや兄弟。あの日、あの時、なんでお前は来られへんかったんや。真相に迫るぞ。喋ればいいのにね、普通に。あの上野清和会の襲撃計画、あれは多分仕組まれたことやったんや。多分。せやけど確かめようにも確かめられへんねん。なんで。俺らをはめたかもしれんやつはついさっき殺されたらしい。誰なんや、そいつは。柴田や。あ、マジ？柴田和夫。おそらく奴が些細のおじきやお前、それに俺をはめた張本人や。マジか、柴田が。まあ、怪しいもんな、あいつ。お、1985年4月21日とある倉庫。これ真島さん、真島、目が両方ありますよ。回想シーンだ。こんなとこ呼び出して何のつもりなんすか。しばらく会わないうちに関西弁うまくなりましたね。これ柴田だな。よく努力されてるようだ。島野さんが目をかけているのもよくわかります。せやから何なんすか。用があるなら早言うてください。柴田、
礼服ですか。今日は誰かの葬式ですか。いや、それは別に。ああ、そういえば笹井のとこの冴島も今日は礼服を着て出かけていったみたいです。そうですか。はめられてるからな。担当直入に言います。今日の上野義晴の襲撃、真島さん行かないでください。どうしてそれを。あなたと冴島は今日出所直後の上野義晴を都内のラーメン屋で襲う、そういう計画ですよね。実はあの計画ちょっと問題がありましてね、予定を変更させてもらうことになりました。どういうことや。このシーンゼロにもありましたね。上野清和会を今潰すのは得策ではない、堂島組長がそう判断したということです。何やと。そう興奮しないで。これはあなたが所属する堂島組が決定したことなんですから。柴田、ちゃんと説明してくれや。そもそも今回の上野義晴襲撃の計画、足組むの早え。堂島組が都内の島拡大のため計画したのがことの発端です。その計画を堂島組は笹井組へと託した。そこまでは知ってますね。なあ、せやから堂島組の俺と笹井組の冴島がやることになったんや。そうです。でもこの計画何かおかしいと思いませんか。何がや。我々登場会はどうして出所直後の上野義晴が都内のラーメン屋に来るという情報を知り得たのか考えてもみてください。2年もの間刑務所に入っていた人間が出所直後ラーメンを食べるなんて陳腐な行動に出ると思いますか。上野清和会の総長ともなれば組が用意した方面祝いに向かうのが常識です。それはおかしいんですよ。この話は最初から裏の内通者によって仕組まれた可能性が高いんです。内通者。狭く人目につかない郊外のラーメン店、襲ってくださいと言わんばかりの場所にわざわざ出所直後の大物が行くと思いますか。それじゃどうして上野は。おそらくこの計画裏で上野清和会の裏切り者と登場会の裏切り者とが手を組み仕組んだものなんです。裏切り者やと。お前だろ。上野が出所後そのラーメン屋にやってくるという情報を出した人間、それを仕入れた人間、それが上野清和会の裏切り者、登場会の裏切り者ということになります。それは誰なんや。登場会の裏切り者は分かっています。笹井秀樹、今襲撃に向かっている冴島大河の親、笹井組の組長である笹井がこの情報を仕入れた張本人です。笹井のおじっき。笹井は上野清和会とつながっている。笹井は登場会に上野が現れる場所の情報を流し、わざと我々が襲撃するよう促した。どうしてそんなことを。戦争を起こす気なんですよ。戦争。笹井は登場会が上野清和会に手を出すきっかけを作り出すことで、逆に上野清和会が登場会相手に戦争を仕掛ける理由を作り出そうとしているんです。そないなことして何の得になるんや。さあ、そこまでは分かりません。ただ上野清和会にとってはこれ以上ない戦争の大義名分が出来上がる。何せ先に手を出したのは登場会なんですからね。きっと笹井は上野清和会側の内通者と手を組み戦争の事態収拾に動く。そうなれば笹井は一躍登場会の幹部候補として名が売れる。そんなとこでしょう。真島さん、今日の襲撃、堂島組の人間であるあなたは言ってはいけない。このまま襲撃に向かえば堂島組長、いや島野さんにも迷惑をかけることになってしまいます。でも兄弟のちぎりがあるからね。
真島さん、私の話聞いてますか。兄弟はもう向かってねえや。じゃあ俺はどうしたらええんじゃ。真島さん、あんたは俺に兄弟を裏切れっちゅうか。このまま見殺しにせえっちゅうか。落ち着いて、落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏があっても構わへん。俺にとって冴島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、でもそれじゃああなたの身も。うるせえ、関係ないわ。こっちはそないなもんとっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか、それじゃ仕方ありませんね。おい、これは本当にゼロであったシーンですからね。これゼロの前の話ですからね。こういった手荒な真似はしたくなかったんですが、残念です。昔のヤクザ怖えな。柴田、あなたにはしばらくの間ここで暮らしてもらいます。柴田怖え、真島さん。やっぱ結構やり合ってたな。惜しかったんだね。なんて野郎だ、この人数相手に手こずらせやがって。つえ。いい根性してるぜ。さすが襲撃を任されるわけだ。いいか、俺たちは親父の命令であんたをここに監禁してるわけだが、殺すなとしか言われてねえ。つまりだ、暴れたあんたを落ち着かせるためなら多少の傷を負わせても何にも問題ねえってわけだ。例えば目ん玉の一つくらいだったらな。さあ謝れ、泣いて俺に詫びろ。でけへん。何？俺が頭下げれんのは自分の親父と自分が認めた男だけや。それじゃ覚悟はできてるってことだな。目ん玉一つくらいでお前には頭下げん。すげえ。ああそうかよ。うわうわいや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 、えぐすぎる。いや、第3部谷村正義、このタイミングでえぐすぎるって。一緒カムロ町のダニじわ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